FC まわりの金井が行かないと。皆さんこんばんは。 FC まわりの金井が行かないと、パーソナリティの金井良一です。この番組は今治市に本拠地を置く FC まわりの金井が楽しく選手やスタッフ、その他ゲストをお迎えしてお送りするめちゃめちゃでラフな番組になっております。前回は、通訳のリー君と、背番号31番セランテス選手に出ていただきました。まあ、ジョンからは、まあ、このクラブに来た背景だったりとか、過去昇格経験がある話、そして、まあ、趣味だったり日本への思いだったり、まあ、そういった、話をしていただきました。そしてリー君は、まあ、今治里山スタジアムで、まあ、一番最初の通訳をしてピッチに立つっていうのを、まあ、そんな背景もね、いろいろ語っていただきました。前回の放送聞かれてない方はぜひ FC 今治 YouTube チャンネルからご視聴ください。さて今回もゲストを交えて放送していきます。今回も選手2人にお越しいただいております。早速呼びたいと思います。背番号2番飛田ってうちのスタッフいるからな。富田康平選手お願いします。よろしくお願いします。富田です。あ、間違えんなよ。もう一方背番号4番市原亮太選手です。お願いします。お願いします。でもう一方来てます。WBC お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。似てるけど。これ本当ね。佐々木朗希君ちゃう。佐々木朗希選手ではない。違います。しっかりこれね、ほんま今回もたくさんメッセージもらってて、ほんま9割ぐらいはもう。いや、それ9割は盛りすぎ。9割盛りすぎ。WBC 出てましたみたいな、二刀流ですかみたいな、そのメッセージたくさんあったけど。トミーどう、似てる？いや、ほんまに似てますよね。トミーくんが一番最初に言ってたからね。似てるな。そう、一番最初めちゃめちゃ前っすよ、俺言ってたの。あ、ほんまに。もう入って初対面で過ぎぐらいだと思う、トミーくん言ってきたの。なんか去年確か、ロッテで完全試合したんですよ、はいはいはい、したね、佐々木朗希選手が、その時にちょっと話題になったじゃん。その時にも一回フィーバーしてで、なんか見てた時に、なんか誰か似てるなと思って、その日は別にピンとこなかったんですけど、次の日ロッカー来たら、その時斜め前だったんで、はい、おるなみたいな、こいつよこいつやないかいってなって、そっからやから多分誰よりも早く、なるほどな、ポテンシャルこいつがやっぱ持ってるっていうのね。ダブルヘッダーでダブルヘッダーや、キュートサッカーでいっとったやな。もう二刀流、その二刀流しだしたらやばいよ。大谷さんと違う。そう2種でね。違う競技の二刀流やばいよ。自分でも思うからな。だから見てないですもん俺 WBC、 ドッペルゲンガーで死んじゃうから。そんなのは知らんけど。死んじゃうんですよ、あれ。あったりしたら直接。そんな。ドッペルゲンガー危ない。見てない俺 WBC。見れない。画面映ったら俺もう死ぬから。見てないっていうか出てたもん。そう。見てないから出てたし。大活躍してましたけど。いいピッチングやったね。嬉しいっすわ。アメリカ沸かしてた。やっぱ嬉しい。そのなんていう、い光栄っすよ。もう褒められてるっすもん、ずっとナイスピッチングです。春彦とかもナイスナイスって言ってくるからさ、クラブハウス行ったりして、日本が、まあでも朝やからな、みんなに見たりしてないの。そうっすね、ロッカールームとかで、ね、じゃあもう亮太にもうお疲れみたいな。いや、もうアメリカざわつかせてましたかね。164キロストレートバーン入って。確かにざわつかせたな。重野ゴロよりも速いっすかね。でも見てない。見てないで俺は。見れない。ニュースだけ。ニュースだけです。やる。しかもテキストやろ。そう。もう3失点したっていうのだけ聞いて、ちょっと申し訳ない。お前が。でも共に戦ってない、やっぱり。そうっす。本当素晴らしかったよ。いや、ほんま良かった、優勝。ほんまおめでとう。あの話じゃない。引っ張ったね、だいぶね。引っ張ったね、来たね。いや、でもほんま似てるっていうのは、ほんまにたくさんメッセージいただいたんで、あれです、すいません、まとめて紹介した感じになりましたけど、たくさんメッセージ、亮太が似てるというメッセージありがとうございます。なんかありがとうございます。ありがとうございます。まあちょっと今の WBC の話一旦置いといて、まあ今シーズン始まって今はもう3試合終わって、亮太は3試合連続もうスタメンで、富谷前節ね、スタートで試合出ましたけど、
まあ、今シーズンかける思い、亮太は、ね、あのレンタル移籍した昨年から今年戻ってきてくれて、まあ、いろんな強い思いあって臨んだこのシーズンやったと思うけど、まずスタートで出る感覚っていうのはもうなんか試合の一番最初どこだ、福島の試合の前とかにスタメンっていうのはどれぐらいのタイミングで知ってたの？いやマジその開幕の週からじゃないですか。だから本当マジで正直緊張がエグかったっす。エグかった、マジでエグかったっす。なるほど。どう3試合やってあの自分のコンディションとやっぱりあのチームの雰囲気も含めてどんな感じ？いやめちゃめちゃいいっすけど、まあ、もっとできるなっていうのがあれっすね、うんうん、もっとやっぱ得点もスコアも絡んでいきたいっすね。もっと。なるほどね。トミーはあの途中から出たりはあるけども、今年琉球戦初スタメンどんな感じだったんですか？それとまあサブでいた時、そしてこのシーズンにかける思いっていうのはどんな感じで臨んだシーズン？やっぱり去年は試合には結構出させていただいたんですけど、うんまあ、結構途中からがやっぱほとんどで、まあ、スタメンでやっぱ出てこそのサッカー選手だと思いますし、その中でパフォーマンスを出さないと、うんうん、特に自分はディフェンダーなんで、うん、ディフェンダーで途中ばっかから出てるっていうのもやっぱそれはそれで、うんまあ、パフォーマンスを発揮するっていうのも難しいですし、やっぱ長い時間出てこそ良さが出てくると思うんで、うん、やっぱそういった意味ではやっぱ今年は途中からっていうのに満足せずにやっぱスタメンから出たいってやっぱ強くは思ってたの で、うんうん、で今回この前そういうチャンスをもらって、うんまあ、まあまだまだできるっていうのがやっぱ一番あるし、うんうん、本当にまあ負けなかっただけ良かった、うんうんっていう風にしか思えないというか、ねまあ、いいとこ悪いとこあって、うん、トントンというよりもやっぱもっともっとやんないとなっていうところはやっぱ強く思った試合だったかなとは思います。その久々でスタメンの緊張感みたいなのあった？どうなんですかね。感覚的にはそこまでなかったんですけど、うんうんまあ、いざやってみるとやっぱちょっとなんか硬いのかなって思う時もやっぱあったし、うんうん、そのもっと途中から出るとすでに試合が温まってるっていうか、はいはいはい、もうこう雰囲気としてこう全体が上がってる状態からやっぱ入るのと、うん、最初から上げるのを作っていくっていうのがやっぱ全然違うし、うんうんうん、そういった意味でも、まあ、そういったところは久々にやるとやっぱ慣れてなかったのかなっていうのがちょっとあって、ね、立ち上がりちょっとふわふわした感じはちょっとありましたし、うんうんまあ、もっと長い時間で、うんパフォーマンスを出せるようにならないとなっていうふうにはやっぱそれも思ったところもあったですね。なるほど。そのこの前の琉球戦でいうともうねその温まってきたというか逆転されて後半残りもう10分とか15分とかあの残り時間が少なくなるにつれて富のサイドでなんか行けみたいな声結構いろんなところであったんやけど、それはなんか富の良さは多分縦行くところとかスピードとかクロスやと思うんだけど、そこはなんか行ったろうみたいな感覚もずっとあったんです。そうですね。やっぱなんか試合前から力さんの方から、うん、そのもっと仕掛けてほしいっていうような内容の言葉はやっぱかけられていて、うんまあ、自分でもやっぱそうは思っていたし、うんうん、そうなかなかこう自分で仕掛けるっていうよりも周りを使いながらこう攻めるっていう感覚に結構寄っちゃう、うん。うん時がやっぱ多くて、うんうん、まあそういうのを踏まえて、まあ、今年は結構仕掛けるっていうのを意識してやろうかなと思って、うんうん、今シーズン入ってはいたんですけど、うんまあ、結構ポジションも練習とかで結構センターバックやってることとかが多くて、うんうん、あそうなかなかそのそれだけを、うん、あのやるってことはできなかったんですけ ど、まあ、まあ久しぶりにポジションをサイドバックに変わって、うんまあ、やったろうっていう気持ちはあったんで、まあ、縦行ってなんぼのサイドバックとしての自分やと思うんで、うんうんうん、そういうところは全面的に出そうかなとは思ってたっす。だから縦
見せるから最後ね、あの得意の右切り返しの得意の右足じゃない。そうっすよ、持ち前のね。一番上手いんだから右足。持ち前の右足で一番なんだあれ。一番上手いんだから。初めて蹴ったよね右足ぐらいのなんか。人生で初ちゃんかぐらいのね。あの縦見せるからあそこで切り返して ああいうね、まあ相手に当たったかもしれないけど、ああいうのができてるってことだから、やっぱり縦いってるからこそのあのプレー、ね。そうですね。だしやっぱその。映像で見た後でも、うん、そのやっぱセンターバックの二見選手が、うん、やっぱあそこから低い位置からやっぱ縦に流れてくれて、そういうのを見てたんで、うん、やっぱそういう縦への意識、自分も含めてですけど、うん、チームとして縦の意識がやっぱ強かったから、うん、あそこで自分が中行くっていう選択肢がまあ持てて、うん、まあ、最終的に、まあ、ラッキーっちゃラッキーですけど、うん、気持ちでチーム全員で押し込んでくれたようなゴールやったんで、うん、まあ、あれは入ってくれて本当に良かったなと思います。なるほどね。もうワンプレーで決まったもんね。いや、そうっすね。あれで追いつくっていうところがあの今年の良さになればなって思うけどね。そうですね。やっぱりいい風に変えていかないと、うん、あの1点を、うん、とはやっぱ思いますね。両方もこの3試合こう積み上げてきて、あの徐々に良さというか、あの アグレッシブに本当積極的にこう立ていったりとか、あのクロス上げるシーンとかゴール前に飛び込んでいくシーンってのは結構増えてると思うんだけど、その辺はなんか求められてることと自分の特徴というのはなんかマッチしてたりとか、なんか意識してることってあるなんか。そうですね、まあ、自分もまあ去年とか、うん、なんなら今年のキャンプ中とかもセンターバックやること多かったですけど、うん、まあスピードとか高さとか自信もあるし、やっぱそこは出していかないとだし、うん、まあそうですね、攻撃的に迷うことなくとりあえずもう走るってことを意識してます、うんうん、2人ともやっぱスピードあるもんな。速いからね。速いから球が。そっち球ね、球がだいぶ速いね。そっち腕振ったら一番速いよね。一番速いけど、うん、一番速いね。2人とも速いから、だから2人ともしかもね、今亮太のヘディングの話もあったけど、高さっていうところあったけど、トミーもねこの前の試合はヘディング、いやあれは決めなあかんでしょうね。惜しかったけど、得意セットプレーとかヘディング入ってる。いやでもそれがなんか今治に来てから結構セットプレー入ること多いんですけど、結構考えてみたら高校の頃は自分ずっとセットプレーキッカーで、はいはいはい、フリーキックとコーナーキックどっちも蹴ってて、うん、で大学はほとんど後ろ残りしてたんですよ。あ、そうね。コーナーキック、うんうん、フリーキック、うん、で、まあ、プロ入って1年目から3年間京都にいたんですけど、うんうん、それもほとんど後ろ残りやったんで、中に入るのが久々すぎて安心感あるからね、トミー君。全然最初分かんなくて、得点感覚みたいな、この辺にいたらボールこぼれてくるのかなとか、こう走ってこう突っ込んだらいけそうかなみたいなのが分かんなくて、結構ふわふわしちゃうみたいなのが結構あったんですけど、最近入ることが多くなったりとかして、ちょっとずつそういうなんか分かってくるというか、やっぱでキッカーの三方さんとかもやっぱいいキックしてくれるんで、うんうん、やっぱこの辺に入っていければなんかボールが来そうだなっていう感覚はちょっとずつ分かりになってきたんで、ね、あとは合わせるだけですよね。合わせて決めるだけ、ね、しっかり、はい、いいボールが来るんで、ね、ちょっとあのほんまにメッセージたくさんいただいてるんで、あのいける範囲でいきたいと思ってます。じゃあちょっとラジオネーム茨 FC の監督さん、はい、市原先生、昨年福山シティのに育成型の期限付き移籍という形で、福山に行きましたけれども、まあ、今回この FC 周りで活躍に結びついてるのって、そういう積み重ねっていう経験ってどう生かされてますかというメッセージですけど、市原選手を みんなで応援してるという子どもたちからのメッセージです。出ます。どう、なんか昨年の経験って どんな感じで捉えてるの。まあ、言うて4ヶ月だったんで、うん、まあ、なんて言うんだろう、技術とか、うん、サッカースキルっていうよりは、うん、なんだろう、まあ、自分の中での考え方だったり、うん、メンタル面っていうのは、うん、なんだろうな、まあ、今までやってたことよりかは、まあ、なんだろう、まあ、メンタルが強くなったというか、うん、考えることも、まあ、多くなったんで、うんうん、そこでの成長は感じることが多いですね、はい、それなりにやっぱりそのレンタル移籍して、まあ、カテゴリーもねやっぱり J3 からまあ地域リーグに
ていう変わるっていうところで、やっぱり今後の自分のサッカー人生もね、こうレンタルってこういろんな捉え方自分でできると思うから、うんうん、まあ、それがこう両端にとってポジティブに働いて、あの試合、まあ試合、トミがさっき言ってたけど、その試合出てなんぼやから、そうですね、まあ、どのカテゴリーであっても試合出て、そのパフォーマンスが発揮できて、そして今までにこう今生かされてるんかなと思って、なんかめっちゃようなって、俺偉そうに言ってようなってるとか言ったら偉そうやけど、なんかすごいなんか躍動してる感あるんで、その経験も生かされてんのかなと思って、このちびっ子たちのおかげでいいかな。はい、まあそういうことで、そういうことです。はい、ありがとうございます。いつも。ありがとうございます。じゃあちょっと続いていきましょうか。これいこうか。市原選手と富田選手は、お二人は時間にきっちりしてるタイプですか、あまり気にされないタイプですか。市原、ちょっと市原選手は、大型犬のように可愛らしいので時間にもおおらかそうで、富田選手はお顔が整っているのできっちり10分前行動とかしてそうとかイメージしちゃいます。いや、笑いすぎでしょ。ラジオネームモッチーさんからですけど、教えてくださいということですけど、時間にはきっちりしてるタイプですか、そうではないですか。両方。富田、あ、でも俺どうですか。どう、ああ、お互いにね、そっちの方がいいんじゃないですか。きっちりっていう感じじゃないよな。なんか、まあ、自分マイペースだとは思うよ。両端は。両端は比較的ね。前から聞いてる。遅れたりはしない、ね。そうそうそう。そのなんか、あまりにも、うん、人並み以上にルーズとか、うん、そういうことじゃなくて、うん、まあ、のほほんとしてるって感じだよ、ほんまに。自分のペースです、ね、うん。マイペースだけど、まあ、そんなに、人に迷惑をかけるほどのマイペースではない。うん、なるほど。じゃあ、トミから見て、両端は大型犬のように可愛らしい感じなの大型犬のようにっていうか佐々木朗希全部そうに繋がって可愛らしくてまだいい、 いいですえ、亮太はそのトミーどんな感じ。いや、もうそのまんまでしょう。このまんま、はい、もうキチキチしてる。早いもん、もう何もかもがああテキパキしてる。ウズーって言ってますギリギリですもんあ、ギリギリ朝1から、朝1からギリギリウズーっつって、じゃあめっちゃ早いです、来るの。あ、早いんだ、はい、もうじゃあもう時間とかもう、いや、多分早いです。早いね。きっちりしてる。一緒ですよね。なんかケースバイケースなんですけどね、俺的には。なんか、まあ、全部が全部多分きっちりはしてないんですよ。だからオフの時はほんまにスイッチがね入ってない時は本当にクソみたいなルーズやし。あれ、あ、クソとかやかん。大丈夫。めちゃくちゃルーズやし、うん、あのなんか寝る時はむちゃくちゃ寝たりするんですよ。あ、もう関係なく。ね、はいはいはい、だけど、まあ、朝はやっぱ練習の1時間半前に来るって決めてるんで、そういうのはきちっとです。なるほど、ね、朝も別にそんな弱くないから、はいはいはい、この時間に起きるって決めて、うんうん、それがちゃんとサイクルとして日々の循環がちゃんと回ってくれば苦じゃないんで、うんうん、なるほどね、大丈夫なんですけど、まあそう全部が全部なんかきっちりしてるわけじゃないです、全然、うんうん、どちらかというと大雑把っす。本当半分で割ったら。ああ、なるほどね。じゃあ お顔が整ってるきっちり10分前行動とかじゃなくて、整いすぎて1時間半前行動みたいな感じで整ってる時はもうすごいすごい、まあお顔がってとこがちょっと一番ねなんか気になるところではあるんですけどね、自分的にはほんまかっていう、いやいや、もう整ってるってモジさんがおっしゃってるからほんまが、はい、2人で行動したりとか、要なんか出かけたりするの。出かけるはあんまないですね。なあ、飯とかちょいちょいな。で、まあやるときはゲームやってたりは、ゲームなんですね。ゲーム好きなの。だからまあ一緒にいなくてもね、うん、あ、そうか、会話してるんで。そうですね、ゲームで会話してるんだ。そうそうそう、争ってるわけ、ね。連携取ってるんで。連携取る。チームなんで。チームなんで。もうクラブハウスのロッカーも2年連続近いですもん、ね。そうやな。そうなんや。斜め横でな。それって誰が決めてるの。さつきの独断と偏見ですね。あ、そうなんや。で、トミーとリョウちょっと距離空けて近いところにしてんのかな。もう本当こことここ。ああ、角のこう、なるほど、ね、この間、はい、角を挟んで間っす。なるほどね。そこでもゲームしてるわけな。いや、もうゲームの話ばっかりゲームと漫画漫画ね、はい、なるほど。じゃあちょっと続いて、ラジオネームゆいたんさん、ちょっと、なんだ、トミーへの質問で言うと、声が大きいと言ってましたが、朝からテンションマックスなんですが、家族みんな声が大きいんですか。まあ、さっきの言ったらもう、朝からだから、両端で言う、うずーって入ってくるのがテンション高いく入ってきてんの、これ。もう俺から見たら高い、ね。高いか、うずーって。なるほどね。はい、他、
だから他の人が低いで富だけがちょっと高く見えてるだけかもしれないね、はい、うん、家族みんな声でかい。いや、まあ、おふくろは声でかいですね。そんなに遺伝なんかな。おふくろは声でかいし、親父はお酒飲むと声がでかいです。あ、なるほどね。でも大体そうやろ、酒飲んだ人は大体。まあそうですね。でもなんかあの高校の頃に、うん、そのまあ自分もサッカー部で試合出てて、うん、結構親がそのサッカー部の試合とかに手伝いに来てくれてて、うんうん、でそのまあうちのおふくろは、はい、もう話が止まらへんと。ああ、マシンガンが過ぎると。ああああ話題になってて、はいはいはい、それを聞いて、うん、自分は別に納得したんですよ。まあ、うん、まあ、でそしたら今度は親父が他のお父さんの方と仲良く なってきて、うん、はいはい、なんか飲み会とかはするようになったんですよね、うんうんうん、その辺で、うん、でってなってきたらある日友達から、うん、実は親父の方がよう喋ると、うん、話を耳に入って、うん、いや俺でも知らなくて、うん、そういう感じじゃなかったんで自分の中で親父が、うん、そしたらお酒飲むと、うん、話が止まらへんの親父やと。うん、待って、うん、うちのやっぱ 親はこういう感じなんだと思って。そうか、とにかく見る両親と周りが見る両親とっちゃうもんな。そうそうそう。でもやっぱ実家とか年末年始を帰ると、うん、やっぱ久々に会うと、うん、2人の会話は止まらへんなってやっぱ見てて思うっすね。でそれ見てて思いながらクラブハウスとか行ったら一番うるさいの、うん、一番うるさい。じゃあもう遺伝やな。じゃあそういうことっすね。そういうことやな。完全にあの家族みんな声が大きいっていうか、あの口数が多いんですよ。でもさっきの質問じゃないですけど、うん、話朝から、うん、うるさいかどうかは、うん、ちょっと際どない、うん、まあ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 ね、さすがに俺も空気とか見てね、朝起きてパチッ目覚めて、うん、おはようってならないですか。ならない。ならない。パン起きてもうこんなですか最初の朝。もう一応ね、一応な、一応いける、目バキバキでおはようはない。ならないっす。2秒後におはようはない。ないっす。普通 あの人ということで。だ朝が早いから起きるの。あ、そっかそっか。だから人よりも多分元気になる時間が早いんですよ。それだけっす。なるほどね。じゃあちょっと続いて、ラジオネーム、ポニョミンさん。僕は今日、小学校の卒業式でした。23日ですね。今日24日の収録ですけども。4月から、おめでとうございます。中学、4月から中学生ですと。ドキドキしています。そこで質問です。クラスに早く馴染む方法を教えてください。ああ、両方どう？難しいな。トミ君の方がうまそうだけどね、そういうの。いやでもこう見えてね、そういうの苦手なんですよ。実は。ほんま？なんか最初だから結構友達になりうる人と仲良くなるって、うん、やっぱそのただの他人と喋るのとはわけが違うじゃないですか。うんうんうん、今後こう仲良くなりうる。うんうん、子たちってこう最初自分は距離感を設定するんですよ、うん、その人たちと、うん、で結構限りなく遠く設定するんですよ、うんうん、でそってこの辺から設定したら、あ、もうちょっといけるよ、いける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 なる感じなんですよ、どん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 近くしていく、はいはいはい、だから最初は結構白濃いですね俺。ああ、なるほどね。最初から近くしすぎたらね、なんかもうマイナスで考えていくようになるってことか。あ、そうそうそう、だからなんか嫌われるのが嫌なんで、うんうん、最初から行きすぎて、はいはい、最初は結構遠目からこう、うん、そっけなく喋って、うん、徐々に、ね、おお、いけるいける、はいはい、なる感じなんで。なるほどね。共通の趣味とか見つけたらいいんじゃないですか。ああ、なんか、ね、アニメが好きだとか、うん、そうかそうか、うん、ここもだってゲームつながりでとか、まあそうね、話すことも多くなるし、趣味はでも大事ですね、中学校とか。なるほどな。距離を、まあ、自分でどう測るかもそうやけども、まあ趣味見つけてってことかな、2人からのアドバイスというと。うん、そうですね、うん、なるほどな。まあ、やっぱ勇気を持って喋りかけるってのが一番大事ですけどね。ね、そうやな。あ、でも苦手な人もやっぱいっぱいいるしね。うん、そうね。うん、難しいとこっすよ。一番楽しいよ絶対。なんか今後ね、やっぱり中学校と小学校の友達って一生の友達やから。そうですね。ここはあの、なんかぜひあの楽しい中学校生活を送ってほしいなと思いますけど。楽しい。いや、ちょっとね、時間がね、時間なんですよね。めちゃくちゃたくさんいただいてるんだけど、最後ちょっとトミにね、まるちゃんさんから琉球戦のなんか靴ひもほどけてるシーンがなんか、おお、なんだそれ、頭になんかよぎって、なんだ、怪我しないかハラハラドキドキしてましたみたいな。
そんなとこ見られてんねん。靴ひもほどけてなんかプレッシャーなんて。そう、後半始まってすぐになんか足緩いなと思って靴が、うん、で見たら、うん、微妙にほどけてて微妙にね、微妙にほどけててやってるわと思って、それ見えてたから微妙な。でもそれで緩いなと思ったから、うん、これちょっと危ないなと思って、うんうん、隙を見て、うん、こうほどこうとしたんですけど、うん、微妙にほどけてるんですよ、うん、でしかも俺ほどけないように、うん、一応なんかその普通の結び方からさらにもう一回結んでて、でそれが取れかけてるぐらいだったんですよ、うんうん、だってこうピッて、うん、手際よくこう合間見ながらピッて届くとしたら、うん、取れんくて絡まったんですよ、はいはいはい、もうやったわってでまたこう隙を見て今度こう、はいはいはい、とりあえずゼロにする、うんうん、靴紐の状態をはいはい、はい、これゼロにしたんだけど、うん、ゼロにした状態でボール来ちゃって、なるほど、バババババってなってこう スポスポ言いながら2分ぐらい多分プレイしてて、うん、そうやばいやばいっつって、いやちょっと嫌やなそれな、その時あったね。でちょっと切れた瞬間にこうわーって結んだんですけど、なるほど、ちょっと自分は かなり焦ってた、その間は。それをすごい心配してくれた人が、誰だっけ、マルちゃんさんだかな。ありがとうございます。すごい、そんなところ、まあ、スタジアムのこの良さかな。そうですね、確かに、うん、見えやすいですからね。見えやすい、ほんま近いからね。ありがとうございます。ちょっと時間も時間で、ちょっとそろそろ時間となってきましたけども、最後にですね、お二人からイカナの皆さんにメッセージをいただきたいんで、じゃありょうたからいいですか。はい、まあ、収録の時はまあ3節終わって次4節、そうですね、今日24日です、はい、収録で、はい、まあ、開幕から負けてないんで、このまま負けなし継続して勝っていけるようにこれからも頑張っていきます。はい、はい、ありがとうございます。 WBC お疲れ様でした、はい、ありがとうございましたお疲れ様です、ナイスピッチングじゃあトミーお願いします。まあ、本当に新しいスタジアムもできて、自分たちがやることはまあ J3 優勝して J2 昇格することだけだと思うので、まあ自分も本当にもっと去年以上にチームに力を与えないといけないと思ってますし、そういう活躍ができるように頑張っていくので、もっともっとたくさんの応援とサポートしていただければ嬉しいです。めちゃくちゃ頑張ります。はい、めちゃめちゃ頑張ってください。ありがとうございます。今回のね、あの選手2人のチェキのプレゼントですけれども、ラジオネーム茨城 FC の監督さんとまるちゃんさん2名になります。おめでとうございます。次回の出演者はまた、追って報告したいと思います。でここでちょっと重大なお知らせがございます。あの金井が行かないと、水曜日の20時から20時半で今まで放送してました。4月からですね、新しい放送日がですね、木曜日の21時から21時30分となります。応援そしてメッセージたくさんいただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。本日のゲストは富田選手と市原選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。Go!